い、こんにちは、影村です。今日はまたまたあのじゃがりこの動画なんですけれども、こっちの香味醤油が期間限定で、こっちはじゃがりこ人気ナンバーワンって書いてあるんですよ。期間限定商品じゃないと思うんですけど、これは明日やって、今日はすいません、期間限定の香味醤油のじゃがりこの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。カルビじゃがりこ香味醤油って読むんですよねすいません。それでは原材料味の方ご一緒にご覧いただきたいと思います。まずじゃがいも、植物油、ミルクパウダー、粉末植物油脂、ニンニク醤油フレーク、粉末醤油、砂糖、食塩、粉末鰹節、あとはタンパク加水分解物に酵母エキスパウダーですね、ニンニク赤唐辛子、昆布エキスパウダー、生姜調味料、カゼイン NA 乳化剤、香料、カルメラ色素に香料、抽出物、甘味料、あとは酸化防止剤で、その下カロリーの方は1カップあたり260キロカロリーということです。やっぱり量は少ないですよね。こちらの方が中身になります。なんかうまそうなもんがなんかブツブツでくっついてるんですけれども、それではしました、じゃがりこ期間限定商品香味醤油味ですね、の味チェックしてみたいと思います。うまいといえばうまいんですけれども、じゃがりこが全般的にちょっとあの香味醤油に負けちゃってるっていう感じでしょうか。あの味自体はそうですね、美味しいと思うんですけれども、芋の旨味がですよね、全部香味醤油と少しのニンニクとちょっとピリッとする唐辛子で全部負けちゃってるような気もします。美味しいのは美味しいですね。すいません、ちょっと僕はチェックします。まあ美味しいんですけれども、あの香味醤油ですね、香ばしい薄味の醤油味で、ほんのりそうですね、食べているとニンニクと唐辛子のピリピリ感があるんですが、あの元のじゃがりこの、あのお芋の美味しさといい塩加減が全部その香味醤油のあれに負けちゃって、テイストに負けちゃっている状態で、ちょっとしつこいっていう感じですかね。昨日の明太子バターの方が全然美味しいです。まあこっちも美味しいんですけれども、あのそうです、まあっていう感じでしょうか。すいません、それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。